勝で5回目の100キロだったんですけど、初めて優勝っていうことができて、まあ、それはすごく嬉しく思います。はい、サロマ湖がドーンとあって、ホコホツク海がドーンとあるっていうのが、もうやっぱり本州にはない良さだと思ってるので、そこを走れるっていうのが、まあ、暑かったですけど気持ちよかったです。手前が水です。すいません。